なんとか秋公演無事に終えて、みんなで乗り越えて、そして城田先輩に思いを打ち明けて、すごく明るい未来に行きたい。お任せください。京次くんが元気そうでちょっと元気出た。今宵もパーティー。一瞬誰の声かと思った。すごいな声色。ゴーストゴーグルビーグルビーグル。なんだかんだちゃんと役作って全力でやる京次くんはすごいね。神様。めっちゃ可愛いよ。めっちゃ可愛いよ。なんも気にせず可愛い城田先輩って言える。日に早く戻りたい。鈴くんって料理うまいのか下手なのか全然イメージ湧かないな。さらっとうまそうな気もするし、全然できなさそうな気もする。私が作ったお人形さん。海さんも可愛いな。森巻は役がハマりさえすれば舞台上でも存在感を発揮できるんだがな。あいつはハマりさえすればできるやつなんだって甲斐さんが言ってるのめちゃくちゃいい。